私あの音楽好きだなとあのどうしてももう一度ステージに立ちたいっていう気持ちを支えにあのなんとか戻ってこれたので今は本当にあの一日一日目の前のこの時間を大事にして、まあ、重ねていけたらいいなというかそういう時間を与えてもらえたのであの全力で感じることとか瞳に映ることを書いていきたいなって思ってます。